どうもこんにちは。皆さんこんにちは。ということでね、どうも。ということで、Amazon プライムから来ました、ココナッツポッキー、開けていきたいと思います。Amazon プライムから来ましたよ。あ、こんにちは、どうも。みゆさんが届けてくれたココナッツポッキーが届きました、 Amazon から。どんだけ買った、多分10個入りのやつじゃないかな、多分。多分10袋入りのだと思うんですけど、まだ開けてないんですけど。早いっすね、 Amazon プライム。さすがに昨日頼んだのがもう来てますからね、今日。しかも午前中ぐらいには届いてたんですよ、今日。うわ、来た。初めてですよ、食べる。いや、ココナッツ大好きなんですけど、あ、やっぱ10袋いるぐらいだね。10袋っていうか10箱、うん、10箱入り。ココナッツポッキー、これ美味しそうじゃないですか。これココナッツ、俺すっごい好きなんですよ。で、なんかこれがね、限定で売ってるらしいんですよ、ココナッツポッキー。すごい。すごいですね、10個入り。これだね、11月11日とかにやった方がよかったのかな。ぎっしりクラッシュココナッツ。わ、美味しそうですね。しかもね、ココナッツのこのなんか、このなんていうの、果肉的なのがここに入ってるらしくて、これ多分クラッシュされたやつ。何これ。あ、これあれじゃない、なんか人にあげる時用のメッセージ入りのじゃない、ほら後ろ、メッセージ「ディアフロム」って書いてある。誰々から誰々よりメッセージってことでしょ、これ。だから例えばだけど、あの、えなこから僕にみたいなね。そういうことでしょ。まあこれみゆさんからもらったんで、まあ、正確にはこのみゆさんから僕にということでね、ここに名前書いてなんかこうやみたいなやつでしょ、これ。メッセージポッキーみたいな、これなんか見たことある気がする、なんかあれ。じゃあちょっと食べていきますか。2袋入っていましたね。わ、美味しそうじゃないこれ。わ、ちょっと割れちゃってるな。割れてないやつを。何本か割れちゃってますけど。あら、美味しそう。このなんかボツボツしたやつが、ブツブツしたやつが、このなんかココナッツの実際の実をクラッシュしたやつらしいですね。美味しそう。僕ココナッツ大好きなんで、じゃあいただきたいと思います。これ初めて食べます。いただきたいと思います。あ、美味しいね。うん、美味しい。あ、これ美味しいわ。来たってネットで注文、リスナーの方が送ってくれた。うん、みゆさん今もコメントしてらっしゃいますけど。あ、うまいね、うまい。うん、あ、美味しいわ。うん、美味しいっすね、めっちゃ美味しいですよ。ダイエットはちょっとわかんないですけど、一流貴族が作るものだから。いや、でも普通に
一流企業が作ったものでも美味しいものと美味しくないものってあるじゃん。あと好みとかもあると思うし。うん、美味しいね。なんだろう、ココナッツのクラッシュしたやつがちゃんとこうまぶされてて、やっぱ普通のポッキーよりちょっと食感がそこでプラスアルファされてるのと、あとこのチョコとね、ココナッツ、チョコにココナッツが混じることによってちょっとなんかクリーミーなね、クリーミーなココナッツ風味のチョコレートみたいになってる。うん、うまいね。で、僕ねココナッツ大好きなんで、そうそう、食感が普通のやつとちょっと違いますね。これ全然割れてないわ。うまい。アーモンドの方がいい。いや、アーモンドより全然こっちのこれ好きだね。なんかアーモンドってちょっとなんて言うんだろう、味がちょっとさ、ちょっときつくない？アーモンドの味は。これ優しい味なんだよね。ココナッツとアーモンドだったらアーモンドの方が多分、ココナッツの方が多分ちょっと優しいなんか味わいと言いますか。うん。なんか優しい味というか、なんて、それでいてなんかクリーミーというかまろやかというか。うん、うまいね。あとそもそもそのアーモンドよりもね、ココナッツの風味の方が好きなんで。うん、美味しい。普通にめっちゃ美味しいですよ。うん、ありがとうございます。皆さん送ってくれてね、美味しいですこれ。うん、うまい。もう普通に一袋食べちゃうよ。美味しいね。うん。これ紅茶とかと一緒に食ったらいいだろうな。うん、紅茶とかと、あったかい紅茶とかついで、あったかい紅茶に3時のおやつで食えたらいいね。うん、美味しい。てか俺もともとそもそもココナッツ好きなんで。うん、あとファミマのココナッツジュースみたいなの昨日言ったと思うんですけど、あれもぜひ飲んでみてほしいですね。すごい美味しいですよ。うん、これね、一袋食べちゃいました。ね、ココナッツってまあ知ってる人も多いかもしれないけど、あの砂糖とか入れてるんですよ、ココナッツって。基本的にどのやつも知ってます。あの何にも入れてない、俺生のココナッツジュース飲んだことあるの。それは正直美味しくなかった。でココナッツ好きだから、生のココナッツジュースってどんだけうまいんだろうと思って。ファミマ売ってなかった？マジっすか。店舗によってないのかな。なんか、アメ横にあったんですよ。アメ横に、ココナッツジュース。ほんと、ココナッツの実の、あの、そのままそれを、こうやって、ブスってなんか刺して、穴開けて、で、それをストローでそのまま直で飲むっていう、ほんとになんかその砂糖とか何にも入れない、ガチのココナッツの実のジュースを、そのままのやつ。なんもこう、人間の手が加わってないやつ。が売ってたのよ。あ、匿名の方あざす。わっちゃんどうも。で、それ飲んだのよ。あ、上野の飴をこれ。そしたら、それ美味しくなかった。やっぱね、味がちゃんとね、砂糖とか入れないとダメなんだと思って。うん。全然甘くないの。あの、スノーココナッツは。うん。でもさ、ちゃんとそう、砂糖とか入ってるココナッツはめっちゃ好きだね。まあ、てか、大体どれもココナッツ砂糖入ってるけどね。あの、なんか、お店で売ってるようなやつは。うん。で、ほんとリアルな 100% ココナッツジュースはね、全然甘くなかったからね。うん、うまいね、これ。
ココナッツジュースとか美味しいですからね、ちゃんと砂糖入ってるやつは。ああ、皆さんから頼み。お前が、お前が、お前が、アラブの石油を、インドズ、ビゲイツ、ソフトバンク、ソンバザシ、ありがとうございます。このポッキーもありがとうございます。ココナッツポッキーもね。美味しいっす。うまっ。もう2袋目いっちゃうよね。2袋目いってんのか。これでもう2袋完食ですよ。六本木、この1袋六本木で1パックに2袋入ってる感じ。だ1つで12本入りか。まあ太っちゃいますねこれね、確かに。今日朝ね、緑のたぬき食ったんですけどね、緑のたぬきとスーパーのカツ丼10箱買った。マジっすか。美味しいですよこれ。本当に普通に美味しい。カロリーいくつ、いや分かんないです。カロリーか。そんなにもさ、カロリーとか気にしたらお菓子なんか絶対食えないからね。あ、でも126カロリーですよ。思ったより高くないですね。この1箱12本ででしょ多分これ。1袋ってある。一袋ってどうなんだろう、この一つなのかな。一袋って書いてあるけど、それがこの一箱分なのか、この中の一袋分なのか。美味しいね。セット売りしかない。いや、てか普通通販とかだとまとめ買いでしょ。だってそんな、さすがにこれ一箱とかだとさ、送料とかいろいろ考えたらあれやっていけないでしょ。だってアマゾンとかだって。これはネットとかで買ったらね、複数買いにはないでしょ。まあもちろん1個とかでも売ってたりするけど、それ割高になるからね。あの送料とかもあるじゃんって、結局。うまいね。こんにちは。もう2個完食しちゃいました。2箱完食、あと残り8個ある。めっちゃ食べる。まあまだこれでもね、腹今そこまで減ってないから、2袋ぐらい、2箱ぐらいだけど、腹減ってる時だったらこれ多分3、4パックぐらい食っちゃうと思うよ。3、4箱。結構ね、まあ昼前ぐらいかなに緑のたぬきとスーパーのあのカツ丼食ったんで。で、そっから食ってからまあそこまで時間経ってないから、別にそこまで腹減ってないんですけど。よいしょ。だからない。はい、じゃああなたブロック、うぜえ。さっきからこういう、春菊って。もう大体わかるんだよね、こういうやつ。もうアンチだって。なんかさ、アンチがブロックされまくってさ、いつもだったら俺が結構すぐ解除しちゃうからさ、でも今回本当にずっと解除してないからガチで。だからなんかもう俺にブロックされたアンチが、あの新しいアカウント作って書いてるのもバレバレなんだよ。あ、いいね、キューピアだす。バレバレなんですよ。だってさ、結構前からさ、ずっとなんかアンチって基本同じアカウントで粘着してくるの、大体のアンチが。でもさ、もう俺に、あ、なんかもうブロックされて、で本当に俺がずっと解除しないから、どうしても俺の枠でアンチコメを書きたくて、でそうすると新しいあのアカウントを作んなきゃいけないわけじゃん。
明らかにもう最近なんかこう本当にもう本当にもうパッとなんか最近出てきてなんかアンチコメいきなり打ってるやつとか明らかにそれなんだ明らかにそうなの。絶対俺にブロックされた、ね、別アカでブロックされたやつだってもう丸分かりだから、うん、だってさなんか俺の普段の配信でさそんないきなりアンチになるとかなかなかないと思うんですよ最近の配信とかでさ、うん、でもなんかそんだけやっぱりねなんかある程度さ人の枠行って悪口とかそういうの書くってことは、まあ、それなりの何かがあるわけで、うん、だから昔からだから俺のアンチっていうのもバレバレなんだよ。それでパッと出のなんかもうほんとなんかアカウントだったらもう明らかに俺にブロックされてもう本当に俺が解除してないからどうしても俺の枠でアンチして込めしたくて新しく作ってきたっていうのがもうもろバレなんだよ。こんな分かりやすいやついないでしょ本当に。いや美味しかったね本当に。アンチが増えるのはあなたにもあると思います。でもさ、なんか粘着してるアンチの方が気違いだと思うよ。申し訳ないけど。だってさ別にこうずっと言ってるけど嫌いな配信者がいたとしてさ別に嫌いなんだったら見なければいいしさそんな嫌いっていうだけでなんか別に自分が何されたわけでもないのに自分が何かの被害者になったわけでもないのにさその配信者のさなんかもう普通にパッと見てなんかこうあこいつ嫌いだなとかまあ何かしら嫌いなねあの要因があるかもしんないけど他になんかその人の配信内容とかさその人の人間性とかさでもさそんな嫌いなんだったら別に仕方すればいいじゃんって話じゃん。それをずーっとさ、ね、一回二回、てめえ嫌いだよとか言うぐらいだったらまだしもさ、そんなのさ、もう何日も何週間も何ヶ月も何年もずーっと言ってんのってどう考えてもさ、それを粘着してるのが異常性あるでしょ。ストーカーだよ、本当にマジで。別にいいっすよ。あ、こいつ嫌いだな、あ、こいつの配信なんか、例えばなんかこう、炎上配信とかでなんか人に迷惑かけてかけて、あ、こいつ嫌いだなと思ったら、別にいいっすよ。意見ですから、その、あくまで、いや、お前なんかゴミみたいな配信してんなよってのはこれ一つの意見だと思う。うん。でもさ、なんかさ、別にそれは意見だと思うんだけど、ね。でもそれをさ、別にその嫌いだなって思った瞬間に言うだけだったらまだいいんだけど、それをさ、何日粘着してんのって話じゃん、アンチっていうのは。うん。もうさ、別に自分が何されたわけじゃない。その人に何かの被害者になったわけじゃないのにさ、もう一週間とか、まあ一週間ぐらいだったらまだわかんない。それをさ、なんか何ヶ月も何年もさ、粘着するじゃん、アンチって基本的に。ね、もう嫌いなやつに何年粘着してんのって。そうどんだけだよって話じゃない。そんなのにずっとそんな長い年月粘着してるやつのね異常性を棚に上げて人のことをなんか人の弱みとかそういうものにさ人ってまあミスとかもあるじゃないですか。そういうものになんか付け込んでさなんかもう荒探ししてるやつの方がよっぽど気持ち悪いからね、うん、自分のやってることを棚に上げてさやばいでしょ。そんな人のなんかさ弱みにつけ込むとかなんかね一つのミスとかをなんか1のことを100で言ったりとか0のことを100で今度言い出してさそいつらのがよっぽどやばいと思うよ俺人間性的に、うん、そうふんいやうまかったねココナッツポッキー。マイメロ好きなの好きですね、うん、接点を持ちたい。いや純粋に暇なんすよね、うん、いや本当にあこんにちはどうもお疲れ様です。純粋にね暇なんですよ。やることないんですよ。なんか生きがいなんですよ。他に生きがいがないから、うん、金なくてやることもなくて彼女もいないね何もやることない。だからもうネットに入り浸るんですよ、うん、インターネットは今の時代もうさ定額料金払ったらもうずっとさ無料だからさ通信費なんてでまああとは電気代なんてたかが知れてるじゃないですか。だから実質無料に等しい状態なんですよその
月額料金はどっちしろ払っていくわけだしさ、もうその払っていったらあとはもうビビたる電気代ぐらいじゃん。もうほぼ無料とまではいかんけど、まあほぼほぼもうね、そんなお金がかかるっていうものでもないじゃん、うん、そんなね。でそういうものにね、あの配信を見てて、でなんかもう本当に自分の人生がうまくいってないから、それをなんかもうなんかたなんだろう、人にこう当たりたくなるんですよね。でそれ人に当たりたくなるのをなんかただなんか叩きやすい要素がなんかあるやつになんか粘着してずっと荒探ししてるんですよ、そいつのそいつの人間性のがやばいでしょ、うん、いや本当にハエだからね、マジで、うん、汚いものにたかるハエみたいなもんですよ本当に、うん、いやこれはもうずっと言ってるけどね、うん、これ俺ずっと言ってるけど、俺これニコ生の時にね、あのずっと言ってたんだけど、当時はニコ生ってたけど、今はふわっちに切り替えるけどね、ふわっちっていうのはふわっちってのは声だめなんですよ。ふわっちは声だめなの、うん、まあ、声だめってその昔のうんことかしょんべんとかね、まあ、排出物をためとくやつ、まあ、声だめって今のなんか若い人ってもしかしたら知らない人いるかもしれないけど、まあ、ちなみに声だめって俺あの中学ぐらいまで知らなかったけどさそう、うんことかしょんべんとかそういうのをなんか溜めとくやつがあんのよ、うん、ちょっと汚い話だけどね、うん、排出物を溜めとくやつがあんの。だからふわっちが声だめで、で配信者はそこの声だめの中にいるうんこなんですよ。でそれでね、あのアンチリスナーってのはその汚いうんこにね、あの好んでたかりに来るハエなんですよめちゃめちゃあのあれでしょ、めちゃめちゃなんか的確ななんかあれじゃない表現じゃない。これニコ生の時これずっと言ってたけど、うん、そんなゴミみたいなやつをさ好き好んで見に来てんの誰やねんで、それがハエじゃなくて何と言うんだねっていう話じゃん、うん、そうじゃないですか。だってさ普通にさね、なんか普通にそこら辺にさなんかうんことかあったらさ、そんな普通はそんなのみんなたかりたくないやん、うん、でもハエはそのうんこを好き好んでたかりに来るわけじゃん普通なんかこいつムカつくなとかこいつやだな嫌いだなと思ったら、普通の人は大体見ない人が多いんですよ、どっちかっつうと多分、うん、いやでもどうだろうな、ハエ化する人の方が多いのかな、わかんないけど、比率はわかんないけど、でも、まあ、見ないっていう選択肢もあって、その見ないっていう選択肢を選ぶ人も世の中にはいっぱいいるのよ。俺もどっちかっていうとそっち派なんだけどね。うん。アミューさんからハート50個、イヤタ、アラブド、セキュロ、ウィドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サオマツヨシ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にそうですよ、マジで。だからね、もうほんとね、アンチリスナーは別にこれは俺のアンチだけじゃなく、他の配信者のアンチとかにも言えることだけど、自分がハエなのを自覚した方がいい、ほんとに。自分が好き好んで、汚いうんこにね、寄り添っていって、たかりに行ってるのを気づいた方がいい、うん。別にさ、嫌いな配信者がいても、別にそれ、その配信者って、その見てる人の何でもないからさ、その、アンチしね、してる人の別に、何なのって、その人と何の関係性があるのって話じゃん。別にお前に関係ない話じゃん。それなのに好き好んで、ただ汚いっていう、なんかそれが好きっていうだけでさ。汚いものが好きっていうだけで、宝に行くハエと一緒だからね、習性からしたらさ。ハエの習性と一緒っすよ。うん。うんこなのは認めてるわけですね。別に俺、自分のことすごいとか、そんなこと言ったことないですけどね。俺別にクズだって認めてるし、別に自分で言ってるし、発言してるし。俺はゴミクズだって言ってますよ、ずっと。別に俺がね、スーパースターなんて言ってないですから。ずっとクズだって言い続けてるよ、俺自分のこと。申し訳ない、これ自覚あるから。俺がクズなのは、もう自覚あるんで、申し訳ないけど。あーみゆさんから大花火やったー、お前がお前がお前がアラブド石油王ミノズミリガイツソフトバンクソフトバンクやったー、ありがとうございます
やったー、ありがとうございますてか今日寒いっすね。今日寒くないっすか。もう暖房入れてるんですけど、まあ結構最近ちょくちょく暖房入れてますけどね、寒い。外とかめっちゃ曇ってるんですよ、あと今日。そりゃ寒いわけですよね。いやにしてもココナッツポッキー美味しかったな。ココナッツポッキー皆さんもぜひ買ってみてください。アマゾンとかで売ってると思うんで、多分ね、なかなかこれ売ってないと思います、うん、俺見たことないもん、こんなの店で。もともとはなんかリスナーがなんかココナッツポッキー美味しいとかなんとかってコメントしてきて、え、そんなのあるのつって。で、俺ココナッツ好きだからさ、うわ、マジじゃんっていう感じになって、そうそう、それで送ってもらったんですよね。そう、まあミユさんにね、なんか送ってくれるっていうから。でも俺店でこんな見たことないもん、こんなの。うん、多分なかなか売ってないんじゃない、これ。季節限定って書いてあるけど、多分季節だけじゃなく、なんかその売ってる店舗もだいぶ限られると思うんだよね。だって見たことないもん、こんなの。いや、美味しいですよ、これ。普通に美味しい。まあでも大人になってそこまでなんかお菓子コーナーとかをなんか毎回毎回見るわけじゃないからさ、コンビニとか行っても。だからもしかしたら俺が別になんかお菓子コーナー見てないだけで普通に売ってたのかは知らないけど、でも俺は見たことなかったね、普通に店舗でこんなの。まあそもそもこんなのが売って、こういう商品があったこと自体知らんかったし。うん、いくつ入ってるんですか、これですか。これは12本入りかな。この1パック、あ、1個の箱の中にあの2つは、あの袋が入ってて 6本6本であるんで、合計12本入ってますね、この1つの箱の中に。うん、こんなん見たことあります、皆さん。全く見たことなかったよ、これ。うん、あ、ドンキとかだったらワンチャンあるかもね。いや、そう、どうだろう。いや、あるのかな、わかんないけど、ドンキって確かに品揃えいいイメージあるけど、どうなんだろう、わかんないけど。いや、でもドンキってもなさそうじゃない、これ、わかんないけど。うん、見たことないですよね、初めて見ましたもん、これ。そもそもこのココナッツポッキーの存在を初めて知った。ちょっとトイレ行ってきていいですか。ちょっとどうしよう、延長しとくか、チケット一応あるし。ちょっとトイレ行ってくる。
よいしょ。ふう、いや、やばいっすよ。汚ねっていうか。もう、この前掃除したばっかなのに、もうこんなことになってますよ。やばくないっすか、もう。この前掃除したばっかなのに、もうこんなことになってるっていう。つい、この前っすよね、掃除したの。一週間ぐらい前、二週間ぐらい前かな。二週間ぐらい前、一週間前ぐらい。結構最近っすよね、ここ掃除したの。なんでこんなすぐ、なんですぐホタル死んでしまうん。なんでこうすぐ散らかってしまうん。なんでだろうな、なんでこんなすぐ散らかるんやろう。ゴミ箱かい、俺ゴミ箱嫌いなんすよね。まあ確かにゴミ袋に入れないっていうか、まあ純粋に捨てないだけなのはそれぐらいわかるけど、それぐらいわかるけど、俺さ、ゴミ箱嫌いなんすよ。この話ね、何回かしてるんですけどね。あの、ゴミ箱嫌いっていうか、その自分の部屋にゴミ箱を置いとくのが嫌なの。わかるこれ。なんて言うんだろう、なんかさ、例えばさ、お店とか行って、ゴミ箱とか多分あるじゃん。あるじゃん。で、そこにのゴミ箱は別にいいのよ。捨てても。でも自分の部屋にゴミ箱置いとくのが嫌なの。いや、わかんないっすか。だってさ、自分の部屋ってさ、なんかこう、なんていうの、まあ、リラックスするっていうか、綺麗な場所というか、まあ、こんなね、汚い中言う、こんな部屋が汚いか言うのもあれなんだけど、なんかこう、自分の部屋って綺麗であってほしいとか、なんかそういう、なんていうの、リラックスする場所みたいな、多分そういうイメージがあるのよ。なのにさ、ゴミ箱ってさ、汚いもの、不要なもの、不要なものの中には汚いものとかも混じってるわけじゃん。うん。それを、あの、入れる箱を置いとく時点で、その、なんていうの、この自分のくつろいでる部屋の空間内に、汚いものを入れるっていうものを置いとくだけで、ね、それをなんかじゃあ、その汚いものをパッて入れちゃうじゃん。っていうことは、家の部屋の中に汚いものを置いとくっていうスペースを置くみたいな感じなの。だから究極言ったら、ね、どういうことかっていうと、ね、自分の部屋の中にボットン便所があるのと一緒なんですよね。究極言ったら。わかる言ってること。それって究極言ったら、まあ、うんことかしょんべんとか汚いじゃないですか。ボットン便所でもそれ、その中こう、落とすじゃないですか。ここの部屋の中にボットン便所があるような感じよ。究極言ったら。うん。アハートアザス。わかる？嫌でしょ？自分の部屋の中にボットン便所あったら。嫌でしょ？なんのこう、なんか仕切りもなく、普通のトイレとしてさ、なんかこう、ま、なんかドアとか仕切りがあって、自分の中住んでる部屋内じゃ なければいいんだけど、何の仕切りもなくボットン便所が自分の部屋にあったら嫌でしょ。それと一緒なんですよね。結局。ゴミ箱って。何の仕切りもなく汚いものを入れるものを置いてあるわけで、実際ゴミ箱あったらその中捨てちゃうと思うし。わかるってこと。そう。だからもうほんとゴミ箱ってのは、俺の中でもうボットン便所が、あの部屋の中に、もう仕切りもなしにもあるのと一緒で、で、あったらあったでそこ利用するやん。ボットン便所も多分。うん、それと一緒で、ゴミ箱があったら、ゴミ箱利用するやん、自分の部屋に。わかる？それが嫌なの。それが嫌なの、なんかその。そう、アフーサーダス。それが嫌なんです。だから、俺、部屋にゴミ箱を置くのが嫌なんですよ。わかります？俺、意外とこう見えてね、神経質だし、結構ね、あのね、結構潔癖なんですよ、実は。うん、こう見えて。あ、KP どうも。いや、ほんとそうなの。これね。これマジで俺、こだわりがあるんですよね。うん。ほんとに。食べたらすぐに捨てるのが、これ無理なんですよ。なんでかというと、めんどくさがり屋なんで。いや、片付けたくない理由付けじゃないですよ。いや、俺はもう別にめんどくさいのは、もう、自分がめんどくさがりの性格なのは別に否定してないし、実際片付けるのがめんどくさいっていうのは別に認めてるし、認めてるっていうか、まあそもそも否定してないしね。うん。そういうことじゃないんですよ。うん。ゴミ箱を置くこと自体が嫌なんですよ。自分の部屋の中に汚いものを容認できる場所を置いとくのが嫌だというか。うん。そう。
まあ、容認できるやん、ゴミ箱の中だったら、まあゴミ入れる場所だしねみたいな。でそれが嫌なんですよね。わかります。それが嫌なんだよな。あ、KP どうも。いや、だからね、本当にね、俺こう見えて結構潔癖なとこあるからマジで。意外と潔癖やからね、俺。なんかトイレ行くじゃないですか。あのこうなんだろう。どっかのお店とかのトイレとか行くじゃん。まあ共同のとこよ。でそうするとさ、トイレによってはこうなんだろう、まあこうドアノブとかさ、ドアノブでこうドアノブで開けたりとか、なんかこうドアノブがあってこう開けたりとかさ、あとはこう自動なやつでもなんかポチって押してなんかこう自動な扉とかあるじゃないですか。あれでまあね、トイレ行って用を足して、で帰ってくる時のそのドアノブで開けるタイプとか、ポチって押して自動のやつが開くタイプって嫌じゃないですか。嫌じゃないですか。なんでかっていうと、あれみんなトイレ行って手洗わないで出るやつって絶対いるじゃん。絶対いるじゃん。ね。だからね、普通にだからもうトイレした後の手って汚いで、もろになんか触ってる人も中にはいるじゃないですか。それをね、ドアノブとか普通にね、帰りのところって特にこうそのままの洗ってない手でこうドアノブとかポチって押す人いるやん。絶対いるやん。わかる。だからあれ嫌なんですよ。あとね、その最近だと自動系のとこ多いけど、そのなんかこう水が出るやつとか、あれだってさ、こうなんかこういうなんか回すタイプだとさ、あの最初さ、なんかいろいろそういうこう手が汚い状態で用を足した後、手が汚い状態でここを一回ひねってるから、でそれで洗って、でそれでやっても一回はその全く洗ってない状態で触ってんの、わかる。あとね、その例えば台とかの方のなんかこういうあのドアのとことかもそうだけど、ドア台のね、ドアの帰り出てくるところのとことかもそうだけどさ、あとはさ、あの男のさ、なんかショーの方のさ、やつのさ、ポチって押すタイプのあるじゃん、あれもそうだよね。あれも用を足した後ポチって押すみたいな、わかる。だからすっごい嫌なんそれ。だから俺そういう時大体ね、もう本当にこうやって、あの僕右利きなんで左の方がどっちかというとあんま使わないじゃん。だからそういう時どうしてもしょうがない時はこうやって、なんかそういう回すタイプの時も左のなんか左手でこうやってちょっとこう手前のところで、もうなんかほんとほとんどなんかこうみんなが触らなそうなところ、ちょっとだけもうちょぴって触って、で洗って、でほんとちょぴってやって、でそれで出る時とかドアノブとかもみんなが一番触らなそうなとこ、まああとはこういうなんか服のこういうところでガンってやってね、こうドアノブとかこうガンってやってそのまま押したりとかして、でも手に当たんないようにとか、それみんなが少しでも触んないようなところとかでこうやって行くの、わかる。これ結構意外と潔癖なんですよ、意外と。アミューさんからご当ガラガラ、やったー、ありがとうございます。いや俺ほんとね、マジですよ、これほんとだからね、俺意外とね潔癖なんですよね。マジでそういうとこあるんで。そうだからね、俺ねほんとにそうなのよ、結構潔癖なんですよ実は、こう見えて。でも俺感覚っすからね。じゃあ潔癖なんだらこんな散らかすなとか言うかもしんないけど、なんか自分の汚したとこは結構容認できるんですよ、わかる。人が汚したところが結構ねダメなのよ、人を汚したところがなんか許せないみたいな、わかる。でも自分の汚したところは結構許せんのよ、わかる。これそういう潔癖みたいな、自分が汚したとこは結構許せんのよ。まあ例えばっすけど、まあ一番わかりやすい例えが、まあ別に食わないっすよ、食わないっすけど、自分の鼻くそって食おうとも食えるじゃないですか。でも人の鼻くそって絶対食えなくない？それと一緒。いや別に食わないっすよ、普段自分の鼻くそなんか食わないけど、食えって言われたら別に食えなくはないじゃん。いやなんかさね、自分の鼻くそ食ったら100円あげるよって言ったら別に俺食いますよ、普通に100円欲しいから。
でも人の鼻くそね突き出されて、この鼻くそ食えよ100円あげるかって言ったら絶対食わないもん。うん、わかる言ってること。まあ、すっくんのえなこのね鼻くそとかだったら全然喜んで食いますけど、もうそこら辺のなんかおっさんとかの鼻くそ、なんかこれ食ったこれね、これじゃあ食ったら1000円やるよって言っても食わないもん絶対。うん、食べてて、いやーそれちょっとバンになるかもしれないからじゃ自分の鼻くそ今これ歯をじって食ったらなんか下手したらバンなんない、それグロテスク的な映像で。それはバンになるかもしれないからちょっと配信上ではできないけど、食おうと思えば食えますよ別に。いや100円、いやちょ100円は持ったかもしれない、100円は持ったかな、うん、1000円ぐらいだったら食いますよ、1000円ぐらいだったら100円はちょっと言い過ぎたかもしれないですね。まあでも配信では食わないですよ。なんか もしかしたらグロテスク的な感じでねバンになる可能性があるんで、うん、そう鼻くそは分かるけどドアノブ分かる。だから同じ理論結局そうじゃん、自分の汚いところは許せるけど人の汚いところは許せないって同じ理論じゃないですか。うん、あー、匿名の方から、お前が、お前が、お前が、アラフのお世話、今日、ウィルズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンバサシ、ありがとうございます。いや、でもそういうことっすよね。うん、結構分かりやすい例えだと思いますけどね。いや、面白いっていうか分かりやすいでしょ。うん、単純明快じゃないですか。めっちゃ分かりやすいよ。例えばさ、なんかさ、こう、へそのごまとかじゃないですか。なんかへそのなんかこうへそをこうなんかほじくり返すと、なんかなんていうの、なんかへそのなんかうんこみたいなのあるじゃないですか。わかんないですけど。あれだってさ、別に自分、ほじくり回して自分の嗅いだりとか別に全然できるじゃん。でもさ、ね、どっかの知らないおっさんのさ、おっさんがさ、こうやってへそをこんなんでやりだしてさ、それをさ、こうやってさ、お前これ嗅げよって言われる。嗅げよこれって言われても、嗅ぎたくないじゃないですか。それと一緒。うん。わかる？うん、いや別に全然自分のだったら絶対いけるでしょ。うん、いやそういうのあるじゃないですか。うん、なんだろうな、じゃあ例えばよ、例えばもうほんとずっと風呂入ってなくて、なんだろう、自分の頭にフケがこうなんだあったとするやん。風呂にずっと入んないで自分の頭にフケが湧いたとするじゃん。自分のフケ別にこう触って、あ、フケだぐらいに思うじゃん。うん。あー、匿名の方、おい、おいが、おいが、おいが、アラブドウセキュアオイルズ、ビリーズ、ソフトバンク、ソフトバンク、ありがとうございます。テーブルの上片付けて。そうっすね、ちょっと片付けないとなんですけど。アクセントも。どうしよう、片付けようか。うん。ちょっといいですか、話の途中なんでね。なんかさ、風呂に、なんかこう、ずっと入んないで、自分がね、頭に、こう、フケがあって、ね。で、こう、例えば、そう、フケにこう、じゃ例えば鏡とか見て、フケに気づいたとするやん。うわ、フケついてるよ、みたいな。でも別に手で触れるじゃん。自分のフケとか別に、あ、フケがあるわ、風呂入ってないもんな、みたいな。うん。あ、でも別に普通に、うわ、汚ね、こんな触りたくねってなんないじゃん、自分のじゃん。わかるでしょ？でもさ、もしさ、風呂入ってない人のさ、頭、他の他人よ、他人が風呂入ってないで、頭にフケがあって、そのフケを触っちゃったら、うわーってなるでしょ。わかる？わかるでしょ？自分のフケだったら触っても、いや別にそんな、あ、フケ湧いてるとか、あ、風呂入んないととか、そんぐらいじゃん。うわー、フケだーとかなんないじゃん。わかるでしょ？わかるでしょ？自分のだったら、そこまで、うわーっていう、拒絶反応起こさないじゃん、ここまでの。うん。でしょ？でも、他人のさ、もう、そこら辺にお っさんのフケとか、湧いてるフケの人は、おっさんが頭にフケが湧いてて、で、なんかのタイミングっていうか、なんかの拍子でさ、うん、ちょっとこうなんかそのフケを、その人がフケついてるの分かってた上で、そのフケになんか触っちゃったとするね。そしたら、うわーって、うわーってなるじゃん。拒絶反応があるじゃん。だそれなんですよ。だ要するにそういうことなのよ。自分の汚い部分って結構許容できるけど、人のって結構、無理でしょ。自分ほど許容できないじゃん。だその許容できない、自分のは大丈夫だけど、なんかこう人のは許容できないっていう範囲が多分、もちろんそれ個人差があると思うんだけど、俺は多分そこが人よりも多分結構拒否反応を起こす。つまりは意外とそういうとこだけ潔癖ってことなんですよ。匿名の方、クマシャありがとうございます。わかります？うん。
だからね、なんだろう。逆に、それは、わからないって人。うん。それをわからないって人は、まあ、俺ほど潔癖じゃないんじゃないですか。いや、そういうことじゃないのかな。そういうことではないか。うん。そんな人がロハコさんとできない。ああ、ロハコさんと注意したやつですか。いや、あれは俺だって別にやりたくてやってないですよ。あんなのなんかもうみんなが追い詰めてくるんだもん。なんかコメントとかでさ、やれやれって。まあちょっとね、ふわっちから見出した人はわかんないかもしんないけど、昔よ、もうすげえ昔、5年ぐらい前かな。もっと前かな。どんぐらいだ、何年前ですかね。4年ぐらい前かな。4、5年前ぐらいだと思うんですけど、ロハコさんっていうね、まあ、男なんですけど、女じゃないですよ。男の、まあ、やばいやつがいるんですよ。もう歯とかもう、なんか、もう真っ黄色で真っ黒で、でもう、なんか、頭とかもフケだらけで、髪の毛もないのになんか、フケみたいな、なんかもう、カサカサしてるみたいな、まあ、まあ、正直やばいのよ。まあ、もう亡くなっちゃったんですけど、まあ、でも逆にね、それをなんかこう、本人は、なんか、それをあえて、なんかネタにして、なんかこう、ヌマップとかってやってたんですけど、ポンちゃんたちとね、サダさんとかと。うん、で、その人とキスを、なんか、その人がホモなんですよね。で、その人になんか呼ばれて俺家行ったんすよ。そしたら、チューワーとか、チューワーとかつって言ってくるので、あの人ほんとガチでホモだから、なんか、なんていうの、もうわかるんすよね。相手はほんとにガチのホモなのよ。で、俺別にホモとか全くないから、恋愛対象とか性的対象も完全女で、もう男は全く好きじゃないんで、もちろん。当たり前なんですけど。でもなんかもうわかるんすよね。ロハコさんはもうガチのホモで、で、なんかその配信のノリとかを利用して本当に俺とチューしてこようみたいなのをしてくるのよ。でもそれ分かったのよ。うん。あるじゃん、なんかその配信が盛り上がればみたいな。で、それニコ生でやっててコメントでもチューしろ、チューしろみたいな。おい、まあ、チューしないのか、ここまで来てよ、寒いな、みたいな。だから俺がチューしなかったら俺が悪者みたいな扱いされるんですよ、その。リスナーのなんかコメントとかを。で、なんかそういうなんか組織票みたいなの使ってね。うん。で、リスナーだってその俺がチューしてるの見たいからさ、面白いっていうだけでさ。そう。だからそれで、なんかもう追い詰められて、本当はやりたくなかったけど、なんかもう、俺ね、そこで注意しなければ、俺がなんか、悪者扱いみたいな感じになっちゃったから、もうなんか、もうさ、もうするしかないのかなってなって、俺だってしたくなかったけど、したんですよ。うん。ただそれだけの話、それ。うん。いや、ロハコさんはマジでやばかった。あれは本当にやばかった。うん。ほんとね。いや、あんなのしたくてしてないから当たり前だけど、逆にしたくてするやついないでしょ、あんなの。うん、っていうなんか追い詰められて、自分のね、自分のその意思とは意思に反した行動を取ってしまったわけですよ、追い詰められて。うん、いやー、そんなこともありましたね。うん、あ、ちなみに今日風呂入ってないです。はい。ちなみにですけど今日風呂入ってないです。もんちゃんのカレー食ったスプーンも舐めてたら、あれもきつく、いや別にそれは別に、あと言っとくけどそれネタだからね。うん。別にもんちゃんが食ったスプーンを俺本気で舐めたいとか思ってないからね。なんかそこで舐めたら、なんかほらみんなが変態だみたいな、その、まあ一つのネタになるからやっただけで、俺別に、その、本気で本ちゃんのね、カレー食った後のスプーン、本気で俺心の本心からあれ舐めたいと思って舐めてないから。うん、別に。ネタですから、本当に。うん、なんかさ、ネタをなんかガチで捉える人いっぱいいるんですけど、世の中。うん。そうそうそう。すみません。ボンちゃんが使ったスプーン舐めたいとか、俺別に本心でそんなないっすからね。うん。ちょっともう一回トイレ行ってきていいですか。